いよいよエストニアの首都タリンにやってきました。この町には綺麗なやっぱり建物があってですね、世界遺産になってるんですね。その光景、いろいろご覧いただきましょう。ずっと町を歩いていますと、城壁に沿ってですね、土産物屋さんがこう出店出してるんですね。そして壁に絵を掲げてあったりですね、それとか、バイオリンの演奏があったり、珍しいスウェーデンの楽器だという、そういう楽器を演奏している方もおられました。ビデオに撮ってありますので、後ほどどうかご覧ください。